ですね、普段ここでイベントを実施してるんですけれども、はい、今回コロナの影響でイベントが実施できないので、はいはいはい、我々新潟野球チャンネルがですね、映像で PR したいと思います。おすごい、よっしゃ、やった。コロナの影響というのはちょっと残念でもあるんですけれども、はい、遠投甲子園のご縁で、うん、はい、水ベリング三条を PR させていただくということで、うん、はい、PR を頑張りたいと思います。 PR 頑張ります。特別版。はい、それではじゃあ、はい、中山さん、うん、そもそも水ベリング三条とは、はい、どういう意味なんですか？はい、水ベリングとはですね、はい、かつてのにぎわいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を想像していく全国的なプロジェクトです。見て見て、こっち見て、はい、三条市でも水辺にですね興味を持つ市民や企業、行政のですね三位一体となってですねソーシャル的なムーブメントを起こしていきたいと考えた。こっちを見て、カンペまで読めたら分かりますけど、ちょっとせめて最後まで言い切ってもらって、カンペあるの でそこは間違えずに、はい、もう一回いいですか、じゃあ、はい、水ベリングとは、はい、じゃあ水ベリング三条とはが分かったということで、はいはい、水ベリング三条とはどういう場所なんですか？はい、まずはですね、一つ、はい、無料で遊べる遊具があります。おお、無料大事、はい、はい、無料でですね、遊具やですね、あの、はい、せせらぎの水辺がありまして、はいはいはい、そこで遊んだりですね、まあ、あとラジコンの草刈り機だったりとか、おお、またね、炊事場だったりとかキャンプ場がですね、自由に使えます。キャンプもできるんですか？キャンプもできます。すごい、今日もキャンプされてる方がいらっしゃって。そうなんですよね、雪の中でね。そうなんです、びっくり。あ、本当かなっていうぐらい人が中から出てきたのでキャンプするんで、すごい揃ってますね、いろんなものが。そうなんですよ。そうなんですね。ただ、はい、悪天候とか、はい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 、大きいイベントがあるときは使えないときもありますんで、はい、ぜひ最新情報はホームページ、はい、Facebook を見てご確認いただければと思います。はい、2つ目は2つ目、はい、手ぶらでバーベキューです。お、手ぶらでバーベキュー、はい、先ほど言ってたバーベキューをですね無料で使えるんですけれども、はいはいはい、今回この広場では、はい、肉や魚介類の食材の販売もしておりまして、うん、また道具の、ね、レンタルもしてるんですよ。すごい。じゃあ三条の味をバーベキューその場でできるってことですか？そうです。もうまさにもう何も準備しないで来てしまえばバーベキューを楽しむ。すごい。なので手ぶらでバーベキューおすすめです。手ぶらでじゃなくて DE と先ほどディレクターがおっしゃってましたけどホームページ見ていただくとね、はい、手ぶらでが DE なんで DE で、そう、まあ、大事、手軽にですね準備なしで来れますんで、はい、ぜひ、バーベキューを家族で楽しんでもらえればなと思います。一人でも OK です。素敵。3つ目です。3つ目、はい、月にですね1回大きいイベントをやらせてもらってます。おお、大体ですね毎週第3日曜日を予定しております。第3日曜日、はい、前の手は2、4週目にもなるんですけど、はいはいはい、今日3週目でやっております。はい、はい、ここではねスポーツイベント、お、3×3 のバスケの大会だったり、お、バスケも、はい、フリースロー大会だったり、まあ、またはですねキッズのキックバイクの大会やったりですね、はいはいはい、体験会をやったりと、おまたですね飲食ブースとですねクラフトブースが出ていただいて、手作りで作った、はいはいはい、雑貨だったりですねアクセサリーだったりを販売してくれて、はい、先日の遠投大会でも、はい、景品としてアクセサリーいただきましたよね2つ出てたでしょ、はい、あれでも普通はね20店舗ぐらい出るんですよ。すごい。そうだからめちゃめちゃ賑わってますね。そうだから来たらね結構面白い、はい、ウィンドウショッピングができるぐらい楽しめる感じですね。いいですね。またですね飲食の方はですね、はい、お昼に食べれるようにですね、はい、結構何種類かご用意してますんで、そこもね楽しめる。この間も鍋がありましたね。はい、はい、鍋の振る舞い、たまに振る舞いもしてますんで、そうなんです、はい、どなたでも楽しめます。また遊具が
あのさっき無料って言ってたんですけど、うん、有料のまたふわふわ遊具だったりとかですね、あ、体験でですね、はい、占いしてくれたりとか、占いしてくれたり、占いいいな、私も占いしてもらいたい。それは後ほどやってまた家族でね、楽しめるあの体験のね、工作ができたりとか、あとね、昔ながらの遊びでけん玉教えてくれたりとか、すごい、そもそも三女なんで、あのたこ揚げの体験をさせてもらえたりと、結構あの来ていただければ本当に楽しめる、すごい時間を過ごせるかなと思います。いいですね、一日中いられるような、入れます入れます、大きい休みとか夏休みとか春休みとかに家族で来たら思い出にもなりますしね、じゃあマシ来てくれるかな、え、行きたいです、いいとも、いいとも、いいともだでですね、あの広場でさらにですね、あの DJ さんで音楽で盛り上げてくれたりですね、パフォーマーの方が来てくれて、あの風船のパフォーマーさんだったりとか、すごい、シャボン玉のパフォーマーさんだったりとか、昔ね、あのサッカーのリフティングの方も来ていただいたりとか、本当にね、あの見ても楽しい、はい、聞いて楽しい、はい、いて楽しい、3拍子揃いましたんで、すごい、ぜひお待ちしておりますんで、はい、よろしく。今のため何だったんですか。カット待ちだったのか。いやいやいや、食べてみました。食べてみました。はい。カット。ここでカット。ここでカット。4つ目。4つ目はですね、冬季限定のバナナボートということで、はい、ですね、21日に開催、10時から12時と13時から15時までの事前予約での受付となるそうで、事前予約なんですね、はい、バナナボートが体験できるということで、なるほど、水防学習館さんにこちらにもお電話をいただいて予約をしてもらうと、予約をしていただきます、はい、ということで、詳しくはホームページをご覧ください。この動画が上がってからこの予約の受付になるそうなので、なるほど、今からですね、ここから電話が殺到するわけですね。そうです、ここからもう水防学習館が揺れるぐらいの電話をお待ちしております。揺れるぐらいで、はい、はい、分かりました、はい、じゃあお電話お待ちしております。じゃあバナナボート実際に乗ってみたいですか。いや、もちろん乗りたいですよ。乗りたい、もうこの格好してきたので。本当だ、もう乗る気満々じゃないですか。乗る気満々ですよ。ただどういう感じなのかちょっとわからないので。なるほどね。私結構ビビりなんですよ。あら、ビビりなので、うん、途中で降ろしてって叫ぶかもしれないですけど、振り落とされるよ振り落とされるよ。バナナボートは本当どういう感じなのかわかんないんですが、うん、はい、ちょっと乗りたいです。じゃあ行きましょう、はい。いい転びた。大丈夫、大丈夫。帰ります私。じゃあバナナボートの注意事項お願いします。お願いします。はい。はい、じゃあ注意事項読んでね。はい。服装してくださいね。はい。一つ。一つ。しっかり捕まる、しっかり捕まる、これにですね、はい、はい、はい、2つ、はい、がっちり捕まる、はい、がっちり捕まる、がっちり捕まる、はい、3つ、はい、3つ目、捕まる、はい、捕まる、一緒のこと言ってません。そんなにね、注意点ないんですよ。なるほど、とりあえず捕まれば大丈夫ですね。やばい、本当に緊張する。よし、行ってみましょう。レッツゴー。Thank you.
あの1回目はね、うん、すごく優しめに運転してくださったんですけれども、ちょっと2回目が、はい、結構スピードも出ていい感じにカーブとかもふいって楽しく落とそうかなと思ったんだけど、残念ながら落ちたかった落ちたかったんですけど、いや本当にすごいスピードが出るのかなと思いきや、はい、優しい運転だったので、すごい小さい子とか、うん、普段ジェットコースターとか怖くて乗れないよっていう子でも全然乗れるなっていう、うん、なるほど、思いました。家族でね、乗っていただいて、はい、楽しめると思います、はい、ぜひいろんな人に乗ってもらいたいなと思います。そうですね、はい、お待ちしております。事前予約受け付けておりますので、はい、2月21日にもバナナボートの体験ができるということなので、はい、ぜひ皆さん来ていただけたらなと思います。お願いします。3月21日に、はい、水ベリング三条フェスがありますので、はい、ぜひ一度足を運んでいただけたらなと思います。はい、月1のイベントやってますので、ぜひ3月21日お待ちしております。私も行きたいな。おマッシー来るかも。行きたいな。俺はいるけどね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。